金子純也と酒井龍太郎、ともにジャッジュニア選手権で出場している選手ではありますが、金子は西で、酒井は東で参戦をしている。さらに東と西のランキング上位の選手たちがフロントローとなっています。ホームストレートに戻りました。シグナルブラックアウトスタート、スタート切られました。7周の予選ヒートです。前走は金子純也、そのままのポジションをキープ。2番手にはどうでしょうか、中井優斗が上がってきた模様。2番手には中井優斗、3番手にはブルーのマシンですが、高口正宗がなんとかこらえているかというところ。5コーナー、高口が飛び込んできました。中井優斗を捉える。そして立ち上がってくるところで酒井優太郎はラインを見つけて3番手に浮上。トップの金子純也は早くもリードを稼ぐことに成功することができるでしょうか。さあ、ここから立ち上がってまいります。先頭は金子、2番手に坂口、3番手には酒井龍太郎、4番手中井優斗、5番手には塩田総一郎。おっと、ここで1対1スピン、中井優斗です。中井優斗がスピンを引きしまいました。再スタートはすぐに決めています。オープニングラップの出来事でした。オープニング戻ってまいりまして、金子純也を先頭に、2番手には坂口正宗、2番手争いです。セールティーローズの状態から動いたのは3番手のやつから酒井龍太郎、前の坂口を捉えまして2番手に浮上しています。先頭は金子、2番手との差がオープニングラップではコンマ3秒ありましたけれども、追いついてきそうなぐらい酒井龍太郎ペースが良さそうです。現在2番手につけています。2番手坂井龍太郎、3番手に坂口正宗、4番手につけていますのが秋浦陸が上がってまいりました。5番手には塩田総一郎、その後ろに別ナンバー40番の沢田隆生ですね。沢田隆生、その後ろはどうでしょうか。ホームストレートに戻ってきましたら確認をしていきたいと思います。最終コーナーから立ち上がってきまして、先頭は金子、坂井、坂口、秋枝、塩田、沢田隆生、沢田隆生が反応しております。その後に広い通路となっています。2番手争いが勃発し、坂口正宗が再び坂井龍太郎を捉えました。2番手に浮上しています。先ほどの集会では、今2番手に上がりました坂口正宗が、全体のベストをマークしていましたが、どうでしょうか。2番手3番手との戦いが面白くなってきそうです。先頭の金子純也、気づいたリードがなくなりまして、後ろの坂口正宗が一気に接近。最終セクションから立ち上がってきまして、先頭集団は4台です。金子、坂口、酒井、秋枝、ここまでが第一集団となっています。残り周回は4周です。7周の予選ヒート、総当たり戦となります。ミニクラスに、このレースから参戦をしているという選手が半分以上いるわけなんですね。そんな中で今シーズン戦い抜いてきた先輩たち、選手たちも頑張ってほしいところ。先頭は金子純也、ジャスジュニア選手権の西地2勝をマークしていまして、現在西ランキングトップです。金子純也、その後ろからは坂口正宗、共にジャスジュニア選手権に参戦しています。西地域で戦っています。2番手につけていますのが坂口正宗、開幕戦の鈴鹿大会で使ったのはこの選手でした。ホームストレートに戻りまして、残り9回は完成です。現在のうち誰もまだ3コーナーでは動いていません。金子、坂口、坂井、そして秋枝と続いています。5コーナーへとアプローチ。その中で最もペースが良さそうなのが、先ほどの集会では50秒8をマークしていました坂口なんですが、セクター1では3番手の坂井龍太郎が全体のベストをマークし、このテクニカルセクションのセクター2では坂井と秋枝が自己ベストをマークしている中で、最終セクションからトップ集団はオーダーを変えずに戻ってまいります。戻ってきて残り周回は2周です。さあ、トップ争いがいよいよ突破し、一方がラインをじわりと変えていく坂口正宗、先頭の金子純也を捉えましてトップに立ちます。しかしクロスを取って金子純也は5コーナー
もう順位を戻して先頭は再び金子。5コーナー立ち上がり、小さく立ち上がってきた坂口正宗。しかしオーダーは戻して鎖骨壺で今度はやってしまった坂口正宗。願いです。そして上がってまいりました。坂口とそして金子純也、ラインを回収してバックストレートエンドから立ち上がってきて戻ってくると、残り周回1周となります。坂口正宗を先頭に戻ってきました。坂口、金子、坂井龍太郎、秋枝陸というこの4台、残りは1周。1コーナー、金子純也動かず、トップ集団動きません。1コーナー、2コーナーでも変わらず、3コーナーも変わりません。4コーナー、坂口を先頭に入っていき、5コーナーで動いてくるのは坂井龍太郎が飛び込んでまいりました。立ち上がり、秋枝陸もこじ開けることはできず、秋枝陸はオーダーは変わりません。先頭は坂口、そして鎖骨まではラインを変えた、立ち上がり勝負に変えようと変えていたんですけれども、坂井龍太郎はここはオーバーテイクにはならず、バックストレートに入りました。みんながラインを守る、ラインを取っていきますが、レースコーナーバックストレートエンドで変わってきたのは3番手争い。最終セクション、坂口正宗先頭に、2番手には坂井龍太郎、3番手秋枝陸、4番手には金子純也というところで戻ってまいりまして、先頭は坂口正宗、坂井龍太郎2番手となりました。秋枝、金子純也というように。